どうも、シティのキーパーのエデルソン、右と左のタトゥー、ギャップありすぎ。でおなじみ、レオザフトボールでーす。さあ始まりました、トークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。今日はですね、企画2本立てということで、まずはですね、ファンだけが気づいている選手の特徴特集、これですね、ツイッターの方で募集させていただきました。まあそれぞれのね、チーム見ている方いらっしゃると思うんですけど、例えば僕だったらですね、バルセロナとか、あとプレミアリーグ中心によく見ますので、例えばバルセロナの選手、メッシで言ったら、まあ運動量少ないとか動かない走らないって言われますけれども、裏に出したスルーパス、特に浮き球のパスを相手がカットした時にですね、そこでですね、拾いに行く、相手からボールを奪いに行くスピードがもう爆速だっていう、そういったのツイッターでツイートしました。ね、そこ拾うことによってね、高い位置でもう一回攻撃を始められますから、その辺ね、メッシのサッカー IQ の高さ伺えますし、あとはですね、サンチェス、まあアーセナルいる時もユナイテッドにね移ってからもですね、まあ前からプレスをかけようって味方に促すけど、ついてきてない時結構あるっていう、これですね、サンチェス見ている方のあるあるだと思います。これやりたくないから僕していくと思ったらね、お金とですね、まあ格でユナイテッド行ってしまいましたが、まあそういったところでですね、いろんな、チームのですね、まあファンの方にそういうのを教えていただきたくて募集したところ、かなりですね、いろんな方にご参加いただきました。これが我ながら両企画でしたね。まあそのチームをですね、がっつり見てる人じゃないと気づかない、だけどちょっと見てる人も確かに見たことあるみたいなですね、そういったシーンを、まあ、抜け出して教えてくれる方たくさんいたので、なんか普通のメディアとかではですね、知れないディープなんだけれども面白いみたいな情報をたくさん得ることできました。なので今日はそこから僕いくつかピックアップして皆様にね、紹介させていただきますし、タグで検索することもね、できますので、皆さんそこでね見ていただいてもいいですし、これからですね、皆さんに常時ねこういうのをツイートしていただいたら、エンディングの後にですね、これをちょっとですね話すみたいなこともやりたいと思いますので、今後ともやっていこうと思います。そのぐらいですね、ちょっと楽しいのいろいろいただきました。まずこの方、ミスターアロンソアットレアルマドリードさん、ファンだけが気づいている選手の特徴、パスだけじゃなく実は身体能力が高いシャビアロンソ、このジャンプ力というわけで、はい、写真付きでね、わざわざ、教えていただけて、確かに高いですね。クリロナがねゴール前でヘディングするときみたいな、それもこれ喜んでるときこの高さですからね、相当嬉しかったのかもしれませんけれど もう高すぎてリベリめっちゃ驚いてますけど、ね、どうしてもレジスタ系の選手って身体能力ないけど頭の良さとね、パス精度テクニックってイメージありますけど、シャビアロンソのですねポテンシャルが伺える、この一面でした。そして、フラディウィッシュさん、こちら、相手ペナルティエリアに侵入した途端に戦闘力が半減するクラインというわけで、はい、リバプール見てる人には確かにってなりますね。クライン今シーズンね、腰でしたっけ、怪我で出られていませんが、確かに上下運動すごい激しくて、もうねミスターフィジカルって感じの、ちっちゃいんですけれどもこうね、こう詰まってる感じのねサイドバックなんですが、確かに高い位置でのクロスだったりシュートだったり、その辺ですね、あれっていう感じの選手なんで、その辺がねまた可愛いところでもあるんですけど、クラインですね、また戻ってきてこのねペナルティエリアに侵入した途端に戦闘力が半減するところを見せてほしいなと思います。そしてこちら、シューティングドット FC さん、アーセナルのゴールセレブレーションはジャカとベジェリンがすぐ来る、エジルはめちゃくちゃ遅くてカメラにあまり抜かれないというわけで、はい、ジャカが速いのあるあるですね。ベジェリンの場合単純なスピード速いですけど、ジャカの場合ですね守備の時は遅いんで、逆にねこのね、ゴールした瞬間の切り替え、味方がゴールした瞬間の切り替えを守備に使ってくれたらですね、もっとアーセナルの勝ち点稼げてるんじゃないかなっていう風に、そういう風に思いました。そしてこちら EDH さん、線の細いフェルナンジーニョ、実際タックルがめちゃくちゃパワフルで怖いというわけで、これも思いますね。まあそれによってですね、昨シーズン結構出場停止になったりとかもあったんですけれども、このフェルナンジーニョの守備の時の寄せの速さ、それによってですね、シティがこうカウンターの目をですね、かなり潰せてると思うんです。その辺でですね、やっぱりシティの、アンカーのこのフェルナンジーニョの、まあ後継者兼、控えみたいな選手でバイグルとか上がるんですけど、やっぱり守備の面、そのところでですね、ちょっとフェルナンジーニョと比べて当たりの強さ、インテンシティとか言われるね、守備的強度と言われるところ足りないなと思いまして、このフェルナンジーニョのですね、タックルの強さ、ズバンと勝ってですね、味方にボール渡すところ、その辺なんかね、気づいてる方、さすがだなと思います。そしてですね、コーフットボールさん、ファンだけが気づいてる選手の特徴、アラバって地味にペレに似てるというわけで、はい、こちら写真、確かに似てると、ちょっと似てますね、これ。プレイスタイルが違うのと、ペレが偉大すぎてね、あんまり比べる人いませんでしたが、確かに単純な見た目だとかなり同じ系統いってるぞというわけで、
こういうのもね気づいてるの面白いなと思いまして、もっともっとね紹介したい作品たくさんありましたので、明日からまたちょっとずつ紹介させていただきます。というわけで今日はですね、冬の遺跡市場閉まりましたんで、そこをねちゃんとまとめなきゃいけないだろうということで、今回は冬に移籍した選手ベスト11と、そしてですね今後まあ新しく加入した選手のですね、まあ、見どころとかチームどう変わるのかみたいな話していきたいと思います。というわけでまずは冬に移籍した選手ベスト11、まずゴールキーパーサンタナ、そしてフォーバック左からボースウィック・ジャクソン、センターバックラポルト・ファンダイク、右バルトラ、そして中盤左からアレクス・サンチェス、コウチーニョ、ロケメサ、ムヒタリアン、ツートップジルー&オーバメアン。はい、時間の関係でちょっと一気に紹介しましたけども、まずですねゴールキーパーのサンタナ、この選手ですねアルビレックス新潟に加入した選手なんですね。でこの選手元ブラジル代表で、実際にキャップ数はないんですけれども、まあ、ブラジルで活躍して選ばれたことがあると。でウィキペディアの情報を調べたらちょっと面白いのが出てきまして、まず2017年に湘南ベルマーレに期限付き移籍しまして、まあその時にですねレギュラーとしてワンシーズン出続けていたと。そしてですね2016年9月にブラジル代表に初選出と、まあ湘南を退団した後もいろんなクラブ転々として実績を積みます。そして2017シーズンは一転カンピオナート狩岡からミスが目立ち、セリアではポジションを奪われた。これブラジルのリーグもセリアというんですかね。さらにブラジル代表のジェイゴ・アウベスが移籍してきたことにより立場はますます厳しくなった、バレンシアから移籍してきたんですね。ゴールキーパーの PK めっちゃ止める人ですね。ジェイゴ・アウベスの出場できない試合では出番が回ってきたが、ここでもたびたびミスを犯しサポーターに非難された。そして2018年1月アルビレックス新潟へ期限付き移籍が発表されたというわけで、大丈夫かなって感じですけれども、まあね日本で活躍した実績がありますので、ここでですねメンタル面をですねガラッと入れ替えて、活躍するかもしれません。まあゴールキーパーの冬の移籍がですね、ケパ・アリサバラガがですねレアルマドリードに行きませんでしたので、その辺でですね目立ったヨーロッパでの移籍がありませんでしたので、このサンタナ選手を入れさせていただきました。そして、フォーバック左のボースイック・ジャクソン、これですねユナイテッドからリーズにレンタル移籍してた、まあ左の若手のサイドバックなんですけれども、この選手はリーズからレンタルバックしてたんですね冬に。僕ですね見た試合ではこの選手すごいクロスが良かったんですよ。なのでその辺でですね、まあヤングとかルークショーをですね押し出すようなスタメンから退けさせるような活躍できたら面白いなと思って、期待も込めてここ入れました。でラポルトに関してはまあ最近毎日語ってまして、次はファンダイクですね。ファンダイク入ってもリバプールの守備不安定な時は不安定じゃないかって言われますが、それでもですねビルドアップの時の狙いが、ロブレンより明確になっていますし、今後ですね慣れていったらもう不動のスタメンになると思います。僕はですね普通に3バック使うのもありかなと思いますがね、クロップ監督使わなそうなんで、まあ今後ですねどういう風な使われ方していくか見物だっていう感じです。そして4バックの横のバルトラですね。バルトラですね14億3800万でベティスにね、ドルトムントから移籍したようで、これ調べたらドルトムントにバルセロナから移籍した時は9億円だったんですね。移籍金が9億円だったんですね。変なイントレーションになっちゃいましたけど、なのでその辺でバルトラのドルトムント時代の活躍結構ミスが目立ちましたし、あまりいいとは思いませんでしたが、それでも移籍金が上がってるんでスペインでの人気があるのか、単純にね、移籍市場そういった相場がねバブル化して上がってるのか、まあ、そっちでしょうね。その辺でバルトラベティスに来てね、前に言いましたけど3バックの右とかで活躍できればいいなっていう風に、球出しとかね、体重の弱さがちょっと消されて球出しの弱さが生きる3センターバックの右っていうのはそういうポジションだと思いますんで期待したいと思います。そしてサンチェスに関しては今日のラジオでですね、このトッテナム戦を見て神奈川さんと語ってるような問題がちょっと出てるっていうのがありますし、まあですねこのユナイテッドというチームにメンタリティをサンチェスが注入できるかどうかというところが注目ですね。そしてコウチーニョに関しては、まあ、バルセロナで今使われてますけれども、ちょっとね、このチャンネルをよく見てくださってる方にはお分かりの通り守備のところで左には使えない理由があるんですね。イニエスタと一緒に出した時の問題なんですけども、まあこれは後日語るとしまして、今右サイドで使われててそこでちょっと苦しんでいると。ただですね、メッシだったりスワレスとですねきちんと分かり合えるようなそういったシーン何度も見られますので、今後ですね素晴らしい活躍絶対してくれると思います。でロケメサはですね、セビージャに、スウォンジーから移籍しました。まあスウォンジーの最近のサッカーカウンター主体のね 5-4-1 で守るサッカーにはあまり合いませんでしたので、すごくですね、セビージャでの活躍、ロケメサのねためを作れるキープ力とパスセンス生かされると思うんで面白いと思います。ムヒタリアンに関しては、ウィルシャーだったりですとかエジルと分かり合える選手として、今後ですねそのまあトライアングルですごく面白いパスワーク見せてくれると思いますし、またこのオーバメアンが加入したんでね、アーセナルですねオーバメアン、ラカセット、ムヒタリアン、そしてですねエジルの、まあ、ファンタスティック法的なちょうどですね、元リバプールのねオーバメアンとムヒタリアンもいますので、ちょっとショートカウンター主体で
そこにテクニックが漁ったみたいなサッカー見られるかもしれません。そしてジルー、チェルシーに移籍しましたね。モラタがコンディションを落としていることもありますので、このジルーの活躍すごく注目のポイントです。あのユーロのねイタリア代表がやった352のサッカーで、まあ2トップ1人ターゲット巻いて1人動き回るみたいなサッカーを、まあモラタとジルーでもできますし、アザールが出られない時はモラタとジルーでできますし、すごく、チェルシーのサッカーのね、質っていうか幅が広がったと思いますんで、その辺もですねすごく楽しみです。それ以外の選手で言うとスウォンジーにアンドレ・アイエウ、スウォンジーにいる方のアイエウのお兄ちゃんの選手ですね。この選手が入って、この選手ですね調べたらスウォンジーからウエストハムに、クラブ記録の移籍金で移籍してきて、今度ですねウエストハムからスウォンジーにクラブ記録の移籍金で移籍してる選手なんですね。で最近は怪我に悩んでたみたいなんですが、このアイエウ兄弟のツートップだったりですとか、まあですね541そのまま使うとしたらウィングとトップでこの2人が見られるのがちょっと面白いなと思います。そして僕が注目してるのはスリマニ、ニューカッスルのですねサッカーが、きっちりブロック作って、541442でブロック作ってカウンターなんで、そこで前で存在感を見せられる選手はいなかったんですよ。そこにですね一人選手欲しいなって話を前動画でしたんですが、スリマニ来たんで、まあ、この辺で今後の、ベニテスの、采配含めて注目ですね。レスターからしたら、このね身長の高いタイプのストライカー、空中戦強いタイプのスリマニを出しておいて、なおかつですねウジョアも出してしまってますので、いきなりですねターゲットマンタイプいなくなったっていうね、この辺もですねなんかレスターっぽい不思議なですね放出してますけれども、まあそれだけバーディーと岡崎が信頼されてるっていう風にも見られるかもしれませんし、またアンディキングっていうですねあの地元出身っていうところ以外特に特徴がなかった選手で、ボランチに使われると結構失点の原因になる選手はですねスウォンジーに行きましたので、その辺でですねレスターの戦力整理されてよかったかなと思います。欲を言えばサイドバック取りたかったですね。それ以外だと当然ドルトムントでバチュアイがですねどのぐらい、まあ、常時試合に出るようになって活躍できるのか、あとは、ロカディア、この選手がね、PSV で得点取ってた選手なんですけれども、ブライトンに入りましたので、ブライトンの得点力、そのですねパスカルっていうですね、パスカルグロスっていうですねアシストが非常にですね上手い選手がいますので、そこのコンビとかすごく注目ですし、あとは一応冬移籍なのがバーグナー、この選手はバイエルンでね、このねレバンドスキーの控え兼ですねローテーション要員で活躍してくれると思います。あとはナポリのユネスだったり、あとライプツィにルックマンというエバートのね、ちっちゃくて速い選手、この選手がですねレンタル移籍してますので、その辺も面白いかなと思いますし、あと中盤の選手ですと、バレンシアで早速活躍しているコクランだったり、あとはウェストハムに加入してどうなのかジョアン・マリオ、あとインテルでどういう風に使われていくのかまだはっきりしてないラフィーニャ、あとはですねコジエロ、ケルンでまだ出てないんですね試合に、ニースから移籍して、この選手なんか僕イニエスタ2000になれる選手じゃないかなっていう風にかなり多めに見積もって期待してるんですけれどもね、やっぱりフィジカル面とかでちょっと問題あるんでしょうか。あとはチェルシーでね、もう普通にねいるポジションの選手がすごい選手なんですけれどもね、どういう風に使うのか、エメルソンだったりバークリー、この辺の選手、あとはディフェンダーで言うとマンガラ、イニゴ・マルティネス、長友、マンガラもニューカッスルですし、長友なんかガラタサライでここで活躍してくれればワールドカップに弾みつきますしって感じで、すごくね、面白い、冬の移籍市場になりました。派手な移籍市場でしたね。これ以外で僕が取り上げた選手以外でも皆さんが注目している選手、この選手こう入ってこう変わるんじゃないかとか、こういうデメリットあるんじゃないかとか、まあいろんなコメントをどれも嬉しいんで、ぜひともくださったら嬉しいです。レオザフットボールでした。ボボリ、ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもレオザ2フェイスの音楽とか、レオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は下のもっと見るから、ぜひ